ちょうどいいところに来たわね、キリト。ん？何かあったのか？実はね、エンシェントリング作戦のクエストを発見したのよ。エンシェントリング、レプラコーンだけが作り出せる伝説の指輪のことだっけ？そう、プレイヤーメイドの最高級品よ。今まで存在だけが示唆されていたけど、誰も手に入れたことがない幻の装備品。その素材を集めるクエストがここスバルト・アールムヘイムにあることが分かったの。なるほど、レプラコーン向けのクエストなんだな。エンシェントリンゴを作るにはレア素材と相当な鍛冶スキルの熟練度が要求されるの。名匠と呼ばれるようなレプラコーンにしか作ることができない一級品だから、私挑戦してみたいと思ってるのよ。でもそのクエスト自体一筋縄ではいかないらしくて、というわけでキリトも一緒にクエストを付き合ってくれない？ああ、もちろんいいよ。本当？ありがとう、助かるわ。難関クエストって聞いたら黙ってられないよ。やる気になってくれてよかったわ。それでクエストの詳細は？アルフの羽とアルフの水晶、この2つの素材を手に入れればいいらしいわ。アルフ、伝説の高位種族だな。ええ、詳しいことはクエスト専用の NPC が語ってくれるはずよ。あれがその NPC か？そうみたいね。まずこのクエストではアルフの羽が手に入るはずよ。おじいさん。ああ、若者たちよ。話。はいはい、何かあったんですか？この洞窟はな、かつてアルフの住処だったのじゃ。しかし、ある時邪神の一味に侵略され、アルフたちは殺されてしまった。邪神？アルフを殺した魔物がこの洞窟の奥に住み着いておる。わしでは到底手に負えん。旅のお方、この洞窟を以前のような安全な場所に戻してくれんかね。最終クエストって聞いてたけど、モンスターを倒さなきゃ手に入れられないってことかしら？そうみたいだな。とりあえず OK するぞ。わかりました、俺たちがその魔物を倒しましょう。本当か、若者たちよ、ありがとう。しかし気をつけなされ。魔物は凶暴ゆえ、すでに何人もの若者が奴の餌食になっておる。餌食にって食い殺されたのかしら？そういう設定なんだろう。まあ強いことには変わりないだろうけどな。このまま魔物を放っておいたら、洞窟から外へ飛び出してこの世の万物が全て滅びるであろう。世界の行方はそなたらにかかっているのじゃ。なんかものすごく壮大なストーリーになってきたけど、まあいいわ、任せて。そなたらの武運を祈っておるぞ。会話が終了したみたいだな。クエストも起動されたぞ。ようやくこれでスタートってことね。リズ、すごく楽しそうだな。当たり前よ、普通のクエストとはわけが違うんだから。さっさと洞窟の奥に進むわよ。なんか考え事？結構奥まで進んだけど、まだボスのところにはたどり着かないな。なん
だか道が入り組んでて進みにくいしね。あ、リズ危ない。なんだ虫か。トラップやモンスターじゃなくてよかったな。よかないわよ。危うく心臓が止まるところだったもん。へえ。何を。もしかしてリズ、虫が怖いとか。そうよ、悪い。別に悪くないよ。でもリズがこういうの苦手ってなんだか意外だな。ちょっと何笑ってるのよ。こっちは本気で怖がってるっていうのに。いや、いつもは威勢よくハンマーを振りかぶってるけど、リズも女の子なんだなって思ってさ。当たり前でしょ。私はどんだけ勇ましいと思われてるのよ。私はいたって普通の女の子なんだからね。ごめん。こんなところで油売ってないで、さっさと先に進みましょう。リズ、苦手なものを前にしてるのにやけに前向きだな。すべてはエンシェントリングのためよ。アルフの羽を回収してとっとと出ましょう。って言いつつ俺の背後に回ってるんだけど。嫌なものは嫌なの。キリトが先に歩いて虫を追い払ってよ。背中押すなよ。ほらサクサク歩く。はいはい、リズ様の仰せのままに。これでアルフの羽が手に入るはずだ。おっと、これかな。そうよ、それそれ。へえ、他の種族と違ってアルフは天使みたいな羽なんだな。へえ、すごく綺麗ね。さすが幻の高位種族だけあるわ。このクエストを進めていけば案外本物のアルフに会えるかも。エンシェントリングの素材を集める過程で生き延びていたアルフ一族の末裔を発見とかね。こんな1クエストにそんなストーリーが用意されてるかね。グランドクエストだったらわかるけどさ、俺には単なるストーリー設定に思えるけどな。ロマンがないわね。せっかくファンタジーの世界なんだから、ちょっとは世界観を楽しみなさいよ。どうしても攻略を優先しちゃうんだよな。まあ敵をバッタバッタなぎ倒して楽しんでる方がキリトらしいけどね。さてと、お目当てのものは手に入ったし、一旦町に戻りましょう。ああそうだな。